はい、2020年4月4日、ウェーバー桜学校を始めたいと思います。で、本日船橋として重大な発表がありましたので、まずそれをお知らせしながら、今日は、数学は、直線や面との、空間的な位置関係についてを数学を10分ほどやり、それから理科については、昨日心臓と言ったんですが、ちょっと心臓の第3シリーズはもうちょっと準備してやりたいので、本日は筋肉、人の体の筋肉のことをやります。そして、第3部として、本日の4月4日の、船橋の、教育委員会の決定について詳しく解説したいというふうに思います。それぞれ10分ずつを考えて、途中5分休憩を考えております。それで、第3部で詳しく言うんですが、見てるお子さん、小中学生の皆さんも非常に直接関係する話なんで、本日の船橋教育委員会の決定の基本線だけ、この数学の最初に述べたいというふうに思います。はい。実は、昨日4月3日まで、船橋教育委員会としては、4月10日に開校するという、学校を始めるという方針であったんですが、本日ゴールデンウィーク明け5月6日まで学校を休業することを決定をいたしました。そして、入学式始業式は通常通り行い、そして登校日、週1回登校日を設けるという形で、学習とか連絡の確認をしていこうという話ですね。でこれは、船橋市内で新型コロナウイルスが、4月3日と4日で、計11例発生しているという状況も踏まえた対応です。詳しくは第3部で詳しく言います。で、特に小中学生の皆さんに一番関係するのがこれですね。臨時休業中は分散登校により週1回の登校日を設け、児童生徒の健康の状態に努めるとともに1週間分の家庭学習の課題を出すということです。で、それでこれに準ずる話なんですが、ウェーバー桜学校は3月2日の休校スタートから、春休みまでを想定してやってたんですが、この状況であと1ヶ月以上、1ヶ月ですね、あと1ヶ月学校休業が続きますので、ずっと学校休業中は発信し続けようと思っております。それに対して、どのような内容で発信するかについては、今までは散発的な形でやってきたんですが、教科書準拠の形を考えようかなとも思っておりまして、そこについて明日ちょうど今までの中で不十分だったやつの取り直しを昼の、1時から2時の間にする予定なんですけど、それと合わせて学校休業中のこの発信の仕方についての、皆さんのご意見をお聞きしながら、討議をしながら考えていきたいと思いますので、明日、13時から14時もまたご覧いただければと思います。ということで、本題に入ります。で、本日は直線と空間に、直線と面の空間における位置関係について学んでみたいと思います。で、直線と面というのはどんな感じかというと、まず直線というのはどういうことかということなんですが、直線という言葉は、私たち何気なく使ってますけど、直線というのは正式には点 AB をつなぎ、まっすぐに続く限りなく伸びてる線ですね。これ、画面上でここまでしか書けませんし、黒板とかノートでも有限にしか書けませんけど、無限に続いてるというふうに考えるのが直線です。それに対して、AB の間を結んで、その両端に伸びないやつのことを特に線分と言います。線分。で、直線を A と B の間だけ分けて切り取ったものという意味で線分と言います。で、直線と線分というのは使い分けておりますので、直線というのは無限に続くもの、で線分というのはその点と点の間のみの範囲だということで区分けをして考えてください。で、あと半直線という言い方があります。で、半直線というのは片方だけ点で止まって片方は無限になるということですね。
例えばここだけやってここが無限になる場合には半直線というふうに言います。で角は、まあ、こういうふうに表すんですけど、まあ、こういう角が明らかにこう内側の短い小さい角が一つの場合には角 B だけでも示せる、まあ、こっちも角 B と解釈できないこともないんですけど、普通こう狭い方を普通は角と解釈しますので、これ角 B というふうに表現できるんです。ところが、直線が交わった形ですね。でこの形だと角 B だとだけ書くと、ここなのか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 分かりませんので、角を表現するときには ABC とか EBC とか角 DEBE とかいう表現の仕方をします。それではまず直線同士の位置関係なんですが、直線同士の位置関係で言うと、まあ普通は平面上だと直線は交わるか平行であるかどっちかしかないんですね。で非常に離れて見えても、少しでも角度が平行でないとどっかで交わりますから、遠いどっかで交わりますので、交わるか平行であるかどちらかなんですが、空間の場合にはその交わると平行である他にねじれの位置というのがあります。このねじれの位置というのは こんな感じですね。この面とこの面は決して交わることもないと、かといって平行でもないという感じですね。で平行ならこういう関係ですけど、こういう形になる。でこの、平行であるのとねじれの位置というのを合わせて交わらないという表現をします。さてでこの立方体の箱で考えますと、この線を基準に考えますと平行なのはこのここですね。この3つが平行です。でこれとこれは交わる、これとこれは交わる。でこの基準に対してねじれの位置なのはこことここです。こことここがねじれの位置に、あとここか、こことここ4つがねじれの位置にあります。つまり立方体の辺は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ありますけど、12のうち、まあ自らも含めて、まあ自らも平行だというふうに考えても、まあ、考えることも、まあ平行に近い関係ですから、自らと平行を合わせて4つ、そして交わるが4つ、ねじれの位置が4つ、12個がちょうど、4つずつに分かれるので、この立方体のモデルは、この平行交わるねじれの位置を捉える上で、まあ、一つ、標準的なモデルとされます。それで出題されたのが千葉県公立高校入試の2005年の問題です。図は立方体の展開図であると。でこの展開図を組み立ててできる立方体で、次の R から A のうち AN 辺 AN ですね、これです。これとねじれの位置にある辺を一つ選べということです。ねじれの位置にある辺を一つ選べと。で展開図がこういうふうになります。で展開図というのは何かというと、まあ、このように、この組み立てた立体の形を、まあ、遠近法なんかを考慮しながらこういうふうに書いたのが見取り図です。見取り図でそれに対して、これを切り分けて平らに、まあ、平面上に並べたのが展開図です。で展開図はその切り分け方で、いろんな展開図が実はこの同じ立方体に対して作ることができます。で、例えば四角錐ですね、四角錐に対する展開図はここを中心にして4つこれが飛び出てる展開図も書ければ、この4つを並べてここに底面がある形の展開図も書きますので、まあ、展開、見取り図は1種類になるけど、まあ、見取り図も角度によってちょっと見え方が違うので、まあ、そこまで含めるといくつか書けるんですが、まあ、見取り図は基本的に1つ、それに対して展開図は1つは限らないということです。で展開図から逆に見取り図とか立体の形を想像していく必要があるんですね。ということで、じゃあどうなるかというと、こういう形です。さてで実は入試問題には、ここ私が勝手に書いただけで、後ろ下前右上左とか書いてません。でもし実際にこう試験の時に、まあこう切り取って組み立てていいならば、これを自分で組み立てて、こ
ういうふうにして考えればいいんですね。こういうふうにして考えれば、まあ、実際にどこの位置になるか考えればいいんです。でも試験の時は残念ながら試験場で、組み立てちゃいけないんですね、まあ、埼玉県立高校入試だと、実は紙を1枚与えておいて、中学3年生が高校受験の時にその紙を自由に使っていいという約束になってまして、それに、まあ、それを立体的に組み立ててもいい、まあ、いいとは言わないけど、そういう用の紙が用意されてたりするんですけど、千葉県の場合にそういうのが用意がないので、まあ、頭の中で組み立てるしかない。でその時に、まあ、自分で位置関係を例えば決めてみるんですね、まあ、ここが一番下に来るのが良さそうですね。でそうすると組み立てるこれ前になりそうだと、後ろになりそうだと、自分の方から見て前になって後ろになりそうだと、でこれこうぐるっと巻きますので右上左となっていくというふうに想像すると、まあ、これが分かりやすくなってきます。この組み立て方が分かりやすくなってきます。でそうやって組み立ててみると、まあ、AN と、AN とですね、ねじれの位置にある辺はということで、これが、まあ、結果的に組み立てていくと、まあ、DI と GF ですね、 GF がねじれの位置になる形になります。 GF ということであります。でこれは、まあ、実際、こんな感じですね。実際にもし作ってみるとしたらこんな感じです。でこれを、まあ、これ下ですね。でこれが後ろ前、こう下を後ろ前と組み立てて、こういうふうに右上左とに組み立てていくんですね。でそうするとこうなります。でそうすると問題の、基準となる線はここですね。 AN、 これが基準です。でそれに対するねじれの位置というのは、これに対するねじれの位置はこことこことこことここですので、この中でそれに相当するのはこことここになります。という形、まあこれに対するねじれの位置が、こことここになりますので、まあ、CD と、まあ、FE というのが基本になりますね。でそれと同じ位置に当てはまるのがもう一つ、出てくるという形になります。はい、それでは展開図には例えば、円柱の展開図はこんなふうに書け、円錐の展開図はこう書けるんですね。で円錐の場合には、あ、これ切り分けた時に決して離してはいけない、どっかで接触させておかなきゃいけないんですけど、接触点は別にここら辺に書いてもここら辺に書いてもいいですので、まあ、円錐の展開図はこんな形になります。さて、もう一つ位置関係ですね。平面と直線との位置関係、平面というのは面全体です。と直線との位置関係は、直線は平面上にあるということと、交わるというのと平行であるという3種類ということになりますね、はい、それで面と面との位置関係は実は交わるか、ちょっとこれ平行であるというのは、ここもう一枚書くの忘れたんですけど、ここに平行でずっと 2つの面が平行になっているという形か、交わるかどっちかで、まあ面はねじれの位置というのはないというか、どっかで少しでも平行でないと、どっかで必ず交わる。で交わった線は直線になるというのが特徴になります。はい、ということで以上が線分と直線と面との空間上の位置関係ということになりますので、とあと、よく出てくる展開図と見取り図との関係ということですね、ということですので、特にこの立方体の図で基準に対して平行、交わる、ねじれの位置と、平行でも交わることもなくて空間上こう違う、まあ、位置を通り過ぎる関係ですね、ということを見ておいてください。それでは、数学はこれで終わります。ご清聴ありがとうございました。